高知市は高齢者向けのワクチン接種について対象となる10万人のうち昨日までに1回目の接種は4万8000人、2回目もすでに1万3000人の予約が確定したと発表しました。来月12日からの集団接種については2回目の接種予約が取れていない人が対象です。8月1日までの土日に総合安心センターで午前と午後の2回実施、1日900人の接種を予定しています。ファイザー社製のワクチンを使用するということです。